レッスン4、モルティプレクシングの概念。モルティプレクシングというのは多重化ですね。そして、レッスン7については、まあ、ネットワークは複数の人は使いたい場合もあるとのちょっとだけ話したんですが、この場合にはこういうふうにはなっているかもしれない。それがもうちょっと深く議論しましょう。例えば、アキラとバーバーはつながりたいし、千尋とダンもつながりたいし、エミとフミはつながりたい。そうすると、 ネットワークをシェアしなければならないでしょう。じゃあ、まずは、えっ、ー、と、量子の場合には、工程のネットワークとどう違うでしょう。もちろん、それがいつもこの授業で説明している通りなんですが、パケットフォーディングだけじゃなくて、今回には、えっ、ー、と、量子ネットワークとしては、それが分散型、量子計算になっているでしょう。そして、それが各リピーターのところには、えっ、ー、と、 ステートはあるでしょう。そのステートは、古典とリオの場合は両方あるんですが、そのリオ状態を持つことにはしなければならないでしょう。それから、核リンクについては、ベルペアを作ることの確率はかなり低い状態になっているなんですが、それから、キュービットの使っている時間。これが我々の表現なんですが、それが dwell time と呼んで、それがどのぐらい そのキュービットはビジーになっているか。まあ、それが、レゼベーションだけじゃなくて、量子状態を持っている状態としてある。で、これは、あの、かなり高いなんですが、問題は、メモリーの,の,のライフタイムも,もかなり低い場合もあるでしょう。そして、量子の場合にはと、短いコネクションが、がと,と、長いコネクションが,が、その距離によってそれが、がとまあ、 かなりは様子は違うでしょう。普通の高のネットワークだったら遅延も特には TCP の場合には影響するなんですが、これとの様子は違うでしょう。そして、これがこのモジュールについて、このレッスンで,では 1G ネットワークだけお話ししたいと思います。それから、モルティプレクシングあるいは m ク x i n g と呼ぶ場合もあるんですが、 ネットワークをどうやってシェアするでしょうまあ、基本的に目標としては、フェアには公平には使,使いたいかもしれないんですが、そのフェアの定義は何でしょうまずは、各コネクションが同じ順に、同じ優先度をつける場合には考えたいと思いますが、このコネクションは他のコネクションより優先度は高いとかにそれが今回に置いておく。 議論しないそれから、このフェアネスで、それは公平のことは、それが定量的にはとあの評価できるでしょう。それから、もう一つの重要な質問なんですが、シェアと言ってるんですが、何をシェアしているかか、それももう議論しなければならないんですね。まずはそのフェアネスについてをちょっと話したいと思いますが、これが、 Jane という研究者がこういう値を定義しました。で、この x1、x2、xn まではそれが各ジョブについて、それのできた仕事の要領なんですが、ネットワーキングの場合だったらそれが例えばどのくらいのデータの転送をできたとの状態になっているんですね。量子の場合だったらそれがいくつのベルペアできたと言えると思います。 そして数学的にはこういうふうに定義してやるんですが、この体だったら、これが公平,公平さとしてはさ高い方がいい。これ,これが0と1の間には決まっているなんですが、円倍のコネクションがあると、全部のコネクションが円分の1の待機をちゃんと使えるようになってたら、その J がイコール1になるんですね。それから、 一つのコレクションだけは全部の待機を使ってしまっている場合には、他の,の,のバリューは全てはゼロになっているんですが、それが、この円弧の中には一つだけは1。残りの全部になっている場合だったら、それが、えっと、フェアネスが,が、えっと、円分の1になります。そしてこれがフェアネスの定義だったんですが、次の質問としては、シェアしていることは、 何をして,いるし,てしているでしょうまあ、えっと、コレクションするためにはいくつかの,の資源を使っているのなんですが、各資源は、まあ分、えっと、部分的には使う場合もあるでしょう。例えば、スペースなんですが、それが、まあ、距離、えっと、空間でしょう。例えば、それが、まあ、普通の、まあ、空間になっていることがあるんですが、それから、 ケーブルあるいはバスあるいはファイバーなどについてもそ,れその場合にも,にも使っている場合もあるでしょう。そして時間も分けられますが、その時間としてはそれがまあ決まっていることに使ってしか使ってない場合もありますし、あるいはあの確率的な場合もあります。それからと波長、周波数はまあそれもシェアリングできることになっているんですが、それがまあ えっと、連続でつながっているでしょう。で、それがどうやって分けるでしょう。それから、えっと、計算の資源なんですが、例えば、バッファメモリーもありますよね。そのバッファメモリーは複数のキュービットがあるから、あるキュービットは、えっと、このコネクションのために使うし、あるキュービットは他のコネクションのために使う場合もある。それから、最後のシェアリングで,できる概念なんですが、 数学でできるんでしょう。例えば、携帯電話が CDMA、Code Division Multiple Access という概念で使っているんですが、今回には説明しませんが、調べればとあの勉強になると思います。さて、スペースをシェアリングしたい場合には、これが、まあ、例えば、東京あたりとかには、あの 普通のコネクションがあ,るがありますが、それはどうやってシェアリングできるでしょう、まあ、まずは東京で,では、例えば東京タワーあるいはスカイツリーだけを使って、そこから全員全員には、関東の全員には、信号を配ること。まあ、すごく基本なことになっているのなんですが、その効率が悪いでしょう。そしてそれは地域ごとには分けてあって、 ある地域にはタワーも作って別っ隣、それは数キロ離れてもう一つのタワーを作るでしょう。そしてそれがスペースを多重化ができているんですよね。で、もう一つの手法なんですが、例えば二つのレーザーがあって、そのレーザーから出てきている光を真ん中のところにはクロッシングしている場合もありますが、腰と腰の間の 影響はしないので、真ん中に通って別のディテクターに当たると、それがまあ完璧には問題なく通信ができるでしょう。そしてもう一つのことなんですが、例えばこのネットワークの上には3つのコネクションがあって、A と B はつながりたいにはまあ D 経由で行く。そして F と G はつながりたいんですが、直接つながっているからそれも使えるし。どういうのよ C と E の間にはそれも直接つながっている。 それがまあ、これがスペーシャルリユースになっているんですね。さて、タイムはどうやってシェーリングできるでしょう。まずはサーケットスイッチングのことなんですが、これが昔からの一般の電話、それがまあアナログ時代からの電話の概念なんですが、その経路の資源を完璧には全部使っちゃう。 で、それがデディケーテッドユースになっているのなんですが、そのデディケーティッドというのはそれが、えっと、他の人は使っちゃダメということ。D と B はだ,だけに,にはこの、あの、リンクを使っている状態になっているし、A と E もつながり,ながりたいから、全部 A、F、G の経路、えっと、各リンクの資源を完全に、えっと、全,全ては使う。まあ、これが、 やりやすいことになってるなんですが、例えば C はと B には接続したい場合にあるんですが、できるんでしょうかまあ、リクエストを投げる場合には、まあ、無料でで,できるなんですが、F のところに行くと、もうバツになってるんですね。F は忙しい、FG のリンクは,は今は忙しいので使えないんですね。まあ、もしかして CE、 CEB の経路も選択ができるようになっているなんですが、例えばこの場合だったら CFGB はそれが経路のコストが一番低い場合だったらそれが使いたいでしょう。そしてそれが CEB に使うかどうか、それも多重化と選択経路,で経路選択についてもそれが一緒に考えなければなりません。さて、 もう一つの手法なんですが、time division multiplexing。これが TDM なんですが、それが、えー、と決まっている時間には、例えばあの100ミリ秒たりには、えーと、最初にはこういうコネクションに,に,にしますが、他、えー、の時間にはこういうコネクションにする。で左側には A から E のコネクションはつながってるなんですが、右側には C から B のコネクションにつながってるんですね。で、例えば、奇数と偶数に分けて、分ければいいかもしれませんが、えっと、1、3、5の場合には、それが A と E はこの経路を使える。そして、2、4、6などだったら C と B はこの、えっと、 FG のリンクは使うことにはする。ですが、その D と B の間にはそれが他の教争になっているコネクションはないので、それがずっと使える様子になっているんでしょう。そうすると、これが、まあ、あの携帯電話もうこ,れこれが結構使ってたし、一般のデジタルのネットワークに、電話ネットワークになってから、こういうふうにもやってたんですね。これが TDM のこと。 そして、質問としてはな,な,なってるなんですが、この場合だったら A と E は,はコネクションはがあるんですが、この CB のコネクションは待っているでしょう。その間には CF は他の仕事はないので、それがどうすればいいか。G と B の間のリンクも他の,のやることはないので、それがどうすればいいでしょうか。それそのまま待つか、何かの仕事をするか。 それも決めなきゃいけないことになってるんですね。それから、えっと、スタティスティコ l のモルティプレクシングなんですが、これが確率の多重化。これが基本的に決まってる時間には使わないんですが、えっと、リンクごとに,にはコントロールもつけてない、制御はしてない。そして、それが基本的にそのいつ使えるか、それがランダムになってる場合になってるんですが、これが古典の、ね、インターネットと同様になってるんですね。 パケットを投げるなんですが、そのパケットは、えっと、ルーターのところには、パケットはいっぱい来ることになってるので、どっちが先に届くか、それがランダムになってるので、その時は、えっと、まあ、もらった順番で、ででで次のところに転送する場合もあるでしょう。そしたら、それがいつ届くか、いつの番、自分の番になるか、それがランダムになってるんですね。 さて、美容師の場合には一つの,の,の重要なことになっているなんですが、例えば、えー、と F と G はと2つのコネクションを取っているでしょう、このリンクを。このリンクを取っている場合には、どっちに使っているか、まあ。F と G のところには、エンタング n t s w スワッピングをしなければならないでしょう。そして、それが F のところには、 FG のエンタングルメントができていると分かっているなんですが、AF のエン,ンタングルメントも,もあのできているか、あるいは、えー、と CF にはできているか、それがどっちにが先にエにンタングルメントができているか、それが F はどっちの方にエンタングルメントスワッピングすることに,にするか、それが、えー、と F は自由に,には決め,決めるでしょう。 そして G のところにもそれが BG もあるし GE もありますからもしかして F は CB のコネクションでスワッピングするかもしれないし G のところには AE のコネクションもエンタングルメントスワッピングしてつながることにはあるでしょう。そうするとできてる状態なんですかそれが C と E はエンタングルメントができてしまうでしょう。 目的は CB あるいは AE だったんですが、今回なんと CE のつながりはできてしまった。で、それがまあ分かって、分かっていればそれがまあ、それがその状態を捨てなければならないんですが、把握してなかったらそれがまあ、えっ、ー、と、 データの転送を不十分にはなるでしょう。そして、それ間違いになってしまいます。で、計算はうまくいかないでしょう。そして、その、えっと、F と G の両方のところには、えっと、そのエンタングルメントスワッピングをどうすればいいかは決めなきゃいけないんですね。それか、えっと、周波数のことも言ってたんですが、これが、まあ、波長多重化ですね。あるいは周波数の多重化。 例えば、ファイバーだったら、まあ、あるいは高アクセルケーブルなんですが、えっと、複数の,のえっと周波数はえっと通れるでしょう。そして、この FG のリンクには、例えばえ、光はえっと2つの波長を使っているんですが、グリーンの,の波長とブルーの波長なんですが、こういう場合になっているかもしれないんですね。そして、こういうところにちょっと若干重なっているななんですが、 基本的に光は両方同時にファイバーを通れるんでしょう。問題なんですが、えっ、ー、と、あるところにはその格子を、えー、と光を分けるためにはフィルターをかけなければならないんですが、この重なっている部分のところには問題になるかもしれません。例えば、えっ、ー、と、一つは漁師のチャンネルと一つは、えっ、ー、と、 古典のチャンネルになっている場合には、その古典のチャンネルが、まあ、レーザーから出てきている光を使っていると思いますが、それがものすごくレベルは、信号が強いでしょう。そうすると、銃の何乗の光子も入っているなんですが、この重なっている部分だけには、この古典の信号が多い、多く倍になりますので、えっと、えっと、 邪魔になっているでしょう。それが干渉になっているのなんですが、それがまあ、いい干渉じゃなくて悪い干渉になっているでしょう。そしてそれが問題になっているのなんですが、えっ、ー、と、あとは自由にはそれが選べたいにな,になれば、えっ、ー、と、メモリーの波長についてはそれも考えなければなりません。 さて、まあ、もう一つのやり方なんですが、バッファスペースも,もう、えっと、多重化にはしたいかもしれません。それが一つのコンピューテーションの資源になっているんですが、例えば F のところには5、えっと、つのメモリーを持ってて、例えば2つは、えっと、緑の,の,のコネクションのために使うと,、えっと、残りの3つは、えっと、青いの,のコネクションには,には使うかもしれません。そうすると、それが、まあ、バッファスペース・モルティプレクシングと呼びますが、 そのバッファスペースモルティプレクシングだったら、これがその B のコネクションにしか使わないことに決まっている。そして、これがもしかして、さっきの説明したことについてなんですが、その波長については、異なっている場合にはそれができる区別できるようになれば、もしかしてこういう多重化はやりやすくなるかもしれませんが。 それができてなくても同じ波長の場合だったらそれがまあ、色がつけているなんですが、その色の意味は本当の波長の違いじゃなくて、それがどっちのコネクションにはサインされているだけとの意味になります。そしてこれが、えっと、quality of service にはそれが、あの、コネクションの品質の概念なんですが、えっと、ハードの場合とソフトの場合もあります。 でこの Quality of Service は QOS との概念を呼びますが、例えば、インターネットには先の説明した通りなんですが、それは Best Effort になっているんですね。それが、QOS は何も、えー、と決まっていない状態としてになります。で、これがまあ先の説明した通りには基本的にインターネットの,のやり方でしょう。そして先の説明したサーケットの,の多重化、TDM の多重化、バッファスペース多重化にはそれが それが専用にしているから、これがハードのレズベーションと言えると思います。えっと、そのレズベーションというのは予約のことでしょう。その場合には、他のコネクションはその資源を使っちゃダメ。自分が使っているか、使ってなくてもそれが決まっている。そうすると、それが、その場合になっていれば、どうやってフェア、公平にできるかどうか、との考えなければなりません。 そして、それが、こういう場合だったら、えっと、専用になっているから、それも、お金を払わなければならないか、そうすると、えっと、使っている時間で、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 定義するか、その、ベルペアの数には、えっと、決まるか、各ベルペアあたりには、値段をつけるとかには、それが、それになっていれば、どうなるでしょう。さっきの言ったとおりには、これが、まあ、基本的に、えっと、コネクションについては、それが、レゼベーションにする場合には、それが、 まあ、電話の概念としては、それがもしかしてそれもお金にも取られちゃう。それから、1990年代の時代になんですが、インターネットの研究者、開発者の、えー、と社会の中には、QOS は大きな議論になってたんですね。例えばこれが、インテグレートサービスとディフェンシエイテッドサービスの場合にあるんですが、 インテグレートサービスはそれがハードの QOS のレザーベーション。それからディフェレンシエイトサービスにはそれがソフトの QOS と言えると思いますが、それが優先度をつけるだけ。他の人は、あ他のコネ,コネクションは試験は使ってもいいんですが、僕が使いたい場合にはと僕は優先してくださいとの言えるでしょう。 そして、これが、えっと、一つのが、のプロトコルについては、それが RSVP というプロトコルになってるなんですが、それが、えっと南、南カリフォルニア大学の,の、えっと、インフォメーションサイエンスインスティ u t e それが、えっと、情報学研究所なんですが、僕も、その時時代には、えっと、勤めてたんですが、 バブ・ブレイデンという研究者は、1997年には、彼のリードで、大きなグループは RSVP のプロトコルを開発しました。基本的なことなんですが、そのプロトコル、レゼベーションプロトコルが、一つネットワーク内にを使っている場合もあるんですが、ネットワーク管理を使うことには難しい。それが、まあ、2段とかのことも考えなければならないので。 結構管理は難しくなってしまいました。それからこれが基本のことなんですが、現在のこと状態としては MPLS、MPLS-TE、それが、えっと、TE は Traffic Engineering になっているんですが、あるいは、えっと、現在には開発中のプロトコルとしては SRV6 で、それは Segment Routing になっているんですが、それも現代には開発の状態になっているんですね。 それで、えっと、QOS は上がるかどうか、もうそれが今、議論中になっている、になっています。そして、これがちょ、ちょっと長くなりましたが、これが多重化の基本の概念を説明しました。